シャキッとしな。メレディス・スタウトだ。電話してきたのはお前か。ああ、そうだ。ガキが私を脅迫するなんて100年早いんだよ。なんとか言ったらどうだ。落ち着け。話をしに来ただけだ。おい、メレディス。お前は黙ったろ。まだなのか。いけます。質問に答えてもらうよ。嘘はすぐに分かる。一人で来たのか。一人じゃない。50口径のライフルを持った狙撃手がそこら辺にいる。俺に手を出せば頭が粉々に吹き飛ぶことになるぞ。嘘です。今度嘘をついたら電撃を食らわせる。分かったか。周囲を捜索しろ。次の質問だ。コンボイの情報はこのクズアンソニー・ギルクリストから聞いたのか。こいつとのつながりは。ミリテクに知り合いなんていない。本当です。にしては随分と詳しいじゃないか。企業なんてどこも似たり寄ったりだ。面白みに欠けるくらいな。物がどこにあるかは把握してる。手を貸してもいいが、こっちにも条件がある。言っただろ、私はスパイなんかじゃないって。黙らせろ。今すぐ私を解放しないと。そいつは解放してやれ。話を聞くとしよう。ボット、フラットヘッドを手に入れたい。コンボイを襲った奴らが持ってる。ボットをくれるなら奴らの情報をやる。連中へのアプローチ方法は。力ずくで奪うこともできるが、向こうはボットを売る気でいる。取引してもいい。なら後者で行け。ただし条件がある。支払いにはこちらの金を使え。ミリテクじゃそんな見えすいた手を教わるのか。どうせウイルス入りなんだろう。その通りだ。何かあった時には俺が蜂の巣にされるんだぞ。正直に答えろ。どんな細工がしてあるんだ。金の流れを追跡するアルゴリズムが仕込んであるだけだ。何も心配しなくていい。なるほど、分かった。それで行こう。支払いにはそのチップを使うこと。それ以外は考えるな。少しでも妙な真似をしたらただじゃ置かないよ。おい、やめておけ。こいつはもう死んだも同然だ。道連れにされるぞ。